今年4月いわゆる闇バイトを使って佐賀市の住宅に侵入し現金180万円や腕時計などを盗んだとして全国に指名手配されていた男が逮捕され,ました,逮捕されたのは住居不定で自称・無職の近藤久人容疑者35歳です。 近藤容疑者は今年4月、複数人と共謀し佐賀市諸富町の50代男性の住宅に侵入して現金180万円と腕時計など4点合わせておよそ289万円相当を盗んだとして住居侵入と窃盗の疑いが持たれています。犯行行行は、いいわわゆる闇バイトを募集しててて、れたことが分かっていて実行役など、 共犯の男4人はすでに逮捕されています一方、近藤容疑者は全国に指名手配されていて昨日北海道旭川市でパトロール中の警察官に見つかり逮捕されました警察は近藤容疑者の役割など調べを進めています